魔物は光に当たると知れとおびき寄せる。さすがはザコ、たやすいものだ。あの石像がボスだ。皆を操ってる。大丈夫か、カイネ。今傷の手当てを。この傷はもはや。ダメです、カイネさん。なんだこれは。
き落とすしかないようだな。カイネさん、正気に戻ってください。やれやれ。カイネさん、カイネさん、カイネ。私は力を抑えることができなかった。もうお前たちとずっと一緒にいますよ。僕は頭もぬかしたら今みたいに止めます。何度だって何度だって止めます。何度だってカイネさんに戻ってきてもらいます。僕、カイネさんがいるから野宿も本当に楽しかったんです。カイネさんが褒めてくれるからこんな姿でも生きていられるんです。僕、本当はとても弱いけどカイネさんといれば強くなれるんです。頼ってばかりの僕だけどカイネさんの仲間なんです。勝手に去らないでください。泣くな、エミール。ありがとう。もう大丈夫だ。あそこは…読めないな。使えぬやつだ。ポポルにでも聞いてみろ。これは暗号？なんとかなりそうか。これは魔王の城への封印を解く鍵みたい。ちょっとこれを見てもらえる？分かる範囲の言葉を書いてみたの。手に入ったのは石の守護神という部分の石片。石の神殿にあったことを考えると、ここの石片の言葉に何か意味があると思う。あと4つの石片がはまりそうな場所があるんだけれど、煮え、機械の断り、記憶する木、忠誠のケルベロス。このうち機械の断りは多分ロボット山を示していて、記憶する木は神話の森かしら。あとの二つ、煮え、忠誠のケルベロスは何のことを言っているのかわからないわ。なるほどな。ん？各地点のでかい魔物を倒して順番に言葉を埋めていけばいいわけだ。手当たり次第に殺していくと。魔王の元に行くためだ。それに相手は魔物、構わないだろう。けど危ないわ。さらわれたヨナの方が危険だ。でもヨナちゃんは生きてる。絶対に生きてる。とりあえずロボット山と神話の森に行ってみます。わかった、気をつけてね。
カイネさんとエミール君のことなんだけど、本当は町の人も感謝しているの。ただ態度や主張をすぐに変えられる人は少ないわ。少し時間をちょうだい。私も努力してみるから。はい。ロボット山に鍵がありそうだと言ってたな。あの兄弟に聞けば何か情報を得られるかもしれぬな。倒せぬぞ。心を乱すことは戦いの上では得策ではない。そんな悠長なことを言ってたらヨナを助けることなんかできない。
ありそうだね。これだけあっても使える機械はほんの一部さ。見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫。まずい。え、あ、逃げろ。ロボット山か。あの兄弟に話を聞いてみよう。何か知っておるかもしれぬ。ちな、やあ、いらっしゃい。弟の方か。久しぶりだな。兄さんは元気か。実は4年前に事故で。そうであったか。悪いことを聞いたな。いいんです。ちょっと聞きたいことがある。何ですか？この辺りで魔物の話を聞いたことはないか？しかも普通のやつじゃなく、巨大だったり強力な魔物なんだけど。そういうのが出たとは聞いていませんね。僕は。そうか、ならいい。それじゃ。なんだ。実は強力な武器を手に入れたんです。あなたなら扱えると思うんですけど。しかし見たところ壊れておるようだが。ええ、刃の部分が随分傷んでいるので、そのままでは威力を発揮できないんです。直せるのか？はい、素材さえあれば。なら素材を取ってくるよ。よかった。捨ててしまうにはもったいなくて。必要な素材は形状記憶合金です。地下2階にいる大型の敵からしか取れないので気をつけてくださいね。そう、こちらが地下2階に行くためのパスコードです。わかった。必要な素材、地下2階にいる大型の敵。わかった。ところで本日はどんなご用ですか？
ありがとうございます。必要な地下2階にいる。分かった。ところで本日はどんなご用ですか？ありがとう。兄は死んでしまったか。まだ若かったであろうに。商売のため危険な場所にまで分け入ったようだ。
Thank you.
弟のために自分の楽しみを後回しにして、兄はそれで幸せだったのか。弟が笑ってくれたり、喜んでくれるだけで幸せなんだ。それが兄ちゃんってやつ。
Thank you.
これはいい素材ですね。早速武器の強化を行いますよ。わがままに付き合ってもらったので、今回は無料でいいですよ。これはちょっと時間がかかりそうですね。完成したらお手紙で連絡させてもらいますよ。ありがとう。完成したらお…ありがとう。ところで本日はどんなご用ですか？ありがとう。さてどうする。武器の修理には時間がかかるようだが。魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。一旦村に戻ろう。分かった。